今日は本当にね、いろんなところからね、来ていただいた皆様、本当にありがとうございます。本当にね、ね、嬉しいです。本当に嬉しいです。ね、ね、この後もね、素晴らしいね、バンドさんがね、出ますので、まあね、できればね、お時間の許す限り、最後までね、見ていただけると嬉しいです。はい。じゃあ最後になりますが、最後バラードを歌って終わりたいと思います。佐藤葵でした。でもね、他のライブハウスとかではね、よくね、いろんなアーティストさんからはね、シャクラギという、呼び名でね、呼んでもらっていますので、ね、シャクラギと呼んでいただいても結構ですので、ね、ライブ終わった後ね、なんかちょっと気になったりとかしたらね、声をかけていただいたりとかしてもね、全然 OK なんで、とても嬉しいんで、ね、お願いします。ということで最後、ね、自分の母親に対するって言ったらね、なんかマゾコン臭くなりますけどね、まあね、まあ、感謝するしなければいけないね、こととかあると思うんでね、それをね、まあ直接言うのもね、なんかね、照れくさくて言えなかったりすることを僕は歌にして伝えました。で、その歌をね、今日最後歌って終わりたいと思いますので、皆さん、今日はありがとうございました。この後も楽しんでってください。何も考え
そうさ、僕は決まって怒られて、ただしたいことをしてただけなのに、そんなことも時が過ぎれば笑い合える、思い出になるんだろうな。目を閉じれば思い出すよ、あの楽しかった日々のことを、あなたは覚えてますか？あなたはいつも僕のことを時の流れが懐かしい思い出になるんだろうな。そんな日々も叱ってください。それが僕の、幸せなのです。ありがとうございました。佐藤葵でした。